はいどうも、小池チャンネル小池でございます。今日はですね、小北時代で対戦相手はアビスパ福岡です。はい、そんなわけでね、先週レイソルはですね、横浜 FC アウェーゲーム素晴らしい勝ち方をしました。本当ね、レイソル今本当に調子いいです。調子本当に上げ上げです。でも、まだねレイソルの順位変わってないです。本当にね、下位も勝ってるし上もまだまだ遠いので、今日もね大事な試合です。最後までね90分熱く激しく、そして何よりもね楽しく応援して、90分試合を終了した時皆さん笑顔で迎えられるように頑張りましょう。そんなね小池ですけども、今日のスタジアムでの過ごし方を皆さんにお届けするので、それではその様子をどうぞ。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。一番気持ちいいオープニングだった。ありがとうございます。頑張りましょう。ありがとうございます。もちろんでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。もちろんです、もちろんです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もちろんです、もちろんです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もちろんです。あ、じゃあ、すいません、ありがとうございます。もらった、いただいてもらった、サマメもらってください。ありがとうございます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 。どうぞ。あ、もちろんです、もちろんです。ありがとうございます。あ、もちろんもちろん。あ、じゃあじゃあ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。今日も勝ちましょう。ありがとうございます。勝ちましょう。勝ちましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。すげえ。もう俺は知ってる小池さんじゃない。まだまだステッカー皆さんありますよ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。そういうわけでね、今日もね、シークレット、今回は缶バッジということでね、推しの山田君、一発で出したいと思います。一回、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。はい。先ほどですね引いてきましたこの缶バッジ、この缶バッジからですね推しのね山田君を一発で出したいと思います。小池が今回引いた選手は、これだ。顔が好き。山田くん出したよ小池。今日きっとね山田くんがね北時代で柏レスル初ゴール決めてくると思います。頑張れ山田くん。ありがとうございます。ここからそこから行きましょうか。はい、わかりました。わかりますか。そうです。ちなみにレイ君は何点ですか。20点。50点。じゃあレイ君を超えます。惜しい惜しい。何球ですか。あと3球。あと3球。惜しい。レイ君すごいね。すごい。かわいい。ありがとうございました。
力士やん。ありがとうございました。ありがとうございました。いい押し出しでした。競技が違うんよ。グリーンロケッツの選手が登場です。グリーンロケッツ行かなくていいんですか。あれに入れるか。そうですね、こうやってね競技の垣根を越えていいですね。でまたね、今ラグビーワールドカップやってます。皆さん日本代表を応援しましょう。頑張れラグビージャパン。はい、そのわけでですね、現在ハーフタイムです。ハーフタイム前半を終えてですね、我が柏レストラン1対0勝っております。で残りね45分、本当ねどんな試合展開になるか分かりませんけども、最後までね頑張って応援していこうと思います。そしてね何よりもねちょっとね試合ハートプレーが多くてちょっと荒れ気味とまでは言わないですけど、ちょっとぶつかり合いの激しい試合なんでね、こういう試合こそね楽しく応援していきましょう。今日はね、イエローサーじゃないと最後のレースでも
そしてサポーターも、そして小池も輝いていきましょう。イエイ。そんな感じで今日のアビスパ交差点は1対3で敗戦です、前半終わった時点でね 1-0 で、まあ、折り返してなんとかなるかなと思ったんですけど、後半まさか3点立て続けに取られてね、逆転負けです。なんかね、本当にね8月9月とねここまでね調子いい感じで来ましたけど、なんだろうな、思いっきりこう頭を殴られたようなそんな衝撃のあるような試合でした。でもねまだ試合あります。本当に切り替えて次の試合頑張っていきましょう。そんな次の、柏レースの試合は9月30日、アウェーです、場所はですね札幌です。対戦相手北海道コンサドーレ札幌です。皆さんアウェーで遠いかもしれないですけども、ぜひぜひ札幌で札幌ドームで小池と一緒にレースのこと応援しましょう。小池も札幌行きます。そんな感じで小池チャンネル小池でした。皆さん本当にお疲れ様でした。ナイトゲーム最後ね勝ちたかった。バイバイ。下向く暇はないっすよ。皆さん元気出して選手向かいましょう。まだ次あるから、次あるから